こんにちは、水野昇と申します。愛知県瀬戸市信濃町で生まれまして、下信濃小学校、信濃中学校、瀬戸高校と学びました。そのまま測量設計関係の職業につきまして、その派生的に、印刷関係にも今携わっております。政党はですね、この今見てきたんですけど、こういったものがあるんですが、既存政党は政治活動をやっている中でほとんど中枢が官です。公務員のための政策が多いんです。ですので4年前は減税政党ということでやったんですが、民間の力をつけなければ国力そのものが増さないという考え方でおります。政治信条は官民格差、開きすぎた官民格差の是正です。それと天下り、東京だけでなしに地方でも市役所でも幹部職員の再任用と称する天下りがありますが、これを廃止をいたします、したいですね。それは商工会所もそうですし、投資部もそうですが、もうプロパーといって昔からいる方で能力はあるから、そこにあえて官市役所の職員が入る必要がないということを思っております。それと、観光的なこともあるんですけれども、江戸城の鬼門はご存じかと思うんですが、日光東照宮なんです。名古屋城の鬼門は実は皆さん犬山とかいろいろおっしゃるんですが、上皇寺が名古屋城の鬼門なんです。日光東照宮には徳川家康、上皇寺には徳川義直公のがお祭りされておりますので、こういったものをですね、瀬戸市の一つの観光の起爆にしたいなと思っています。上皇寺に至っては今重要文化財十分ですが、これを少し国宝級にしたいなと思うんですね。名古屋城は残念ながら戦災で消滅いたしましたが、上皇寺は戦災にも合わず昔のままを保っておりますので、そんなことを思いながら瀬戸の未来をより日本に開けた街にしたいなと考えています。